い、T シャツかっこいい、これユニクロです。もう帰り、はい、もう帰り、ここから、また、京王線で、高尾駅まで行って一駅ですけど、そこから中央線に乗り換えまして、快速でですね、東京まで、東京駅まで戻ります。で、東京駅まで行って、秋葉原行くね、ママ。いや、面白いかったね。そう、秋葉原行ってちょっと iPad 見るのかな。わかりました。今パパ喋って、もう帰り、そう、いろいろなんか時間足りないまま、ビデオをまだアップしない、なんか気を作るね、みんな待ってください。そう、で、ちょっとまだ喋りたい、ここ高尾山の中には、あの山山頂に行く途中にびっくりしたんですけど、猿園、猿のショーがやってるんですよ。ここにはびっくりしたね。お猿さんいっぱいいたでしょ、キキキキなってたでしょ。そう、だからもう、あ、お猿のなんか公園みたいのあるから、他のアウトローがいるのかなみたいな、キキ言ってるからね、うるさかったもんね。キキキキアウトローの人たち、うるさい人多いから、だから、あ、お、こっから来てんのかな、こっから、ここで配信してんのかなって思っちゃって、これちょっとみんな見て、一緒にこれをまっすぐ開ける、みんな面白い、ママ初めてだから。あ、ママ初めてだね。そう、高尾山ね。そう、今度日本に富士山ね、はい、富士山は1日がかりだよ、うん、なんかあの山頂の近くまで行って、そこで1日泊まって、朝日の太陽が上がってくるじゃん、うん、それを見てみんなで、皆さんに出したいね、うん、アップね、すごく綺麗なの、うん、そうですね。いやー、お、高尾山、うん、でも本当に今日来てよかったです。特に、まあまあは自然が大好きですので、海、山、あびっくり、そうですね、しかも気持ちいいです。空気も気持ちいいですし、なんかリフレッシュすごくできました。まあ、さっぱり、頭もさっぱりしました。皆さんにも、まあ、この動画を見てですね、さっぱりしてほしいよね、リフレッシュしてもらえたらいいと思います。綺麗な景色がいっぱい撮れましたので、そうです。で、まあ、あと、そうですね、ちょっともう今まったりしちゃってるんですけど、夜になればまた復活しますけど、いっぱい太陽に浴びすぎちゃって、うん、でも昨日大輔くん、大輔兄さんすごく喜んでくれてました。またぜひ出たいということなんで、いつでも、まあ、大輔兄さんのご都合がいい日、時間合わせて、あのコラボしたいと思います。で、あと千葉の連中ですね、千葉の先輩兄さん方と一緒にコラボしたいと思います。あと榎本兄さんとも近々コラボしたいですよね。旅行行っている、いるんですよね、今。今、木更津、館山ですか。いい天気で、だと思いますので、楽しい動画、また写真を送ってください、兄さん。写真。あと、豊が、うん、すぐ刺すっていう話。うん、そう、これは改めて後日、豊とコラボしたときに、うん、話したいですし、まあ、本人から聞くより違う方に聞いた方がまあ、信憑性がすごくあると思うんで、まあ、間近にいた人、例えば津田沼なんかでアイスピックでやっちゃったみたいな、その間近でいた人とちょっとコラボも近々したいと思います、うん、そういう話、皆さん、まあ、聞きたい方多いということでコメントもいただいたので、はい、ぜひそんな話でよければいつでもその近場の人と私コラボをして話したいと思います。本人よりその近場の人の方が、まあ、信憑性あるということで、ちょっと待って、意見をいただいたのでお願いします。いや、超楽しいです。ママなんか山好き、旅行好きです。あ、パパ一緒、なんかいつも居酒屋居酒屋ばか、それも旅行欲しい。パパ今日ありがとう。はい、近場の旅行でしたら、うん、はい、みんな、あとね、夜ママいろいろ